県議会2月定例会は今日代表質問の最終日を迎えました日常的に人工呼吸器やタンの吸引などが必要な医療的ケア児とその家族を支える支援センターの設置について問われた宮平子ども生活福祉部長は来年度中に設置する方針を示しました医療的ケア児やそのご家族からの相談への対応 他期間にまたがる支援の調整について中核的な役割を果たすことで個々の医療的ケア児の状況に応じた切れ目のない支援体制の構築に取り組んでまいります県障害福祉課によりますと県内の医療的ケア児は去年4月時点で446人で支援センターを通じて市町村などと連携し 子どもたちとその家族が地域で暮らしやすい環境を整えたいとしています。